こんにちは。転売アカデミー堀秀夫です。今日はヤフオクや eBay より Amazon ならもっと簡単に稼げるというお話です。まずなぜ Amazon 輸出稼ぎやすいか。やることが単純だからですね。結果が出るまでの時間は1ヶ月から2ヶ月。で、やることは儲かる商品を探すだけ。あとはね、儲かる商品さえ探せば、梱包も発送も顧客からのクレームも Amazon が行ってくれます。Amazon というとね、日本にもあるんで、まあ、日本の Amazon の方がね、簡単じゃないかというふうに思う方もいるんですけど、日本の Amazon は市場も小さいのに参入者が多いと。さらに、日本人は商品状態にもうるさいのでですね、クレームが多いと、ね。どうしても差額がある商品って見つけると、買取専門店の、まあ、中古の商品とか、あるいは輸入した商品、あるいは中国から輸入した商品、そういうのになってきますんでね、それを日本人に新品ですと言って売ると、まあ、クレームがつくことが多いと。で、中古で売ったら儲からないというので、なかなか難易度が高いです。で、eBay、ね、eBay も、まあ、稼ぎやすい、方法なんですけど、ただ、結果が出るまでの時間というのが、まあ、1ヶ月から2ヶ月かかると。で、商品を売れるようになるまでリミットアップをする。で、儲かる商品を探す。商品ページを作って出品すると。で、売れたら発送方法などを英語でやり取りして、まあ、梱包も発送も当然自分からやる。まあ、クレームなんかも自分で対応する必要があると。まあ、ただ、まあ、ネットで物を売るのに一番大変な集客は eBay がやってくれます。で、これね、結果出るまで1ヶ月か2ヶ月、Amazon と一緒じゃんと。いう、気がするんですけど、ただ、やることがですね、リミットアップとか儲かる商品探す、商品ページを作ると、これ全部やってます。Amazon だと、1、2ヶ月でも、商品見つかれば、もうほぼ儲ける準備は完了です。eBay の場合ね、1、2ヶ月で商品がやっと売れるようになって、そこからまたアカウントを、ね、育てていかなきゃいけない。逆に、1ヶ月、2ヶ月でね、儲かる商品見つからなかったり、アカウント育つ前にクレームがついたら、また一からやり直しと。要は、儲かる商品を見つける。一番肝心なのはね、eBay にしろ、Amazon にしろ、儲かる商品を見つけるってとこなんですけど、それに付随する作業が多いんで、で、いろいろやり方もね、アジアに売るのか、中東に売るのか、ヨーロッパに売るのか、ね、それがすごい、選択肢が多いんで、逆に初心者の人だとね、やること多すぎて、何もできないと。やること多すぎて、やらなくてもいいことをやって肝心なことをやらないということになりやすいです。eBay の場合はね、商品販売に慣れてきて、あるいは儲かる商品が見つかって、ある程度のベテランの方だと Amazon よりね、違いを出して稼ぎやすいんですけど、初心者の方はね、なかなか稼ぐとこまで到達するのが、作業が多くて大変と。というのが eBay の特徴です。そして、独自ショップ。独自ショップはね、当たり前ですけど、自分で全部やらなきゃいけないです。で、さらに集客がとても大変と。ね。で、集客をやりますんで、半年から1年ぐらい、ね、サイトの作成とか、あるいはね、顧客をどう、まあ、教育するか、囲い込むか、ね、見たことないサイトでいきなりね、買ってくれる、そして儲かる商品を、買ってくれるという購入者、なかなかいないんで、まずはね、メルマガ登録してもらうとか、YouTube チャンネル登録してもらうとかで言って、見てもらったりなんだりってやり取りが多いです。で、そこまでやって、ね、全然売れないと。ここまでやって売れないんじゃ売れない商品だったんですね、ということで終わることが多いです。やることいっぱいあってね、時間かかって、ある程度お金使わないと、集客もできなくて、サイト作るのにも手間とお金かかって、さらにダメだったと。ね。仮に、半年間で1つの商品の結論出たとして、5個商品やったらですね、それだけで、2年半かかってます。まあ、2年半がかりでね、儲かる商品見つかるまで忍耐強くできる人がいれば、それはそれですごいんですけど、まあ、なかなか普通はね、1年もやって、あるいは半年やる前に全然売れないのというのでやめるのが普通だと思います。独自ショップをいきなりやると儲かるとこまで到達しない場合が多いです。まあ、これね逆に Amazon とか eBay で見つけて儲かる商品を
独自ショップで売ると。で、基本的に Amazon や eBay でね、買ってくれたお客さんのリピート販売を独自ショップでやるという形だとスムーズなんでですね。まあ、独自ショップはやった方がいいんですけど、ただやる順序としては、Amazon や eBay で、儲かる商品が見つかってから、取り組むといいです。まあ、そんなわけで、ね、Amazon 輸出なぜ儲けやすいか。商品を見つけるだけだから儲けやすいと。で、逆に言うと、商品をうまく見つけ出せない人は、ね、儲けにくいというサイトになります。ですので、Amazon 輸出でね、儲けられるように、商品探しの方法を、転売アカデミーでは、初心者の方でも見つかるように、手取り足取りという感じで教えてます。今から始めると、まあ、ちょうどホリデーシーズン、がっつり稼げる、タイミングに、余裕を持って間に合いますんで、転売、ね、輸出とか面白そうだなという方、あるいはね、輸入ちょっとやってみたけど全く稼げないという方は、この機会に Amazon 輸出始めてみてはいかがでしょうか。まずは、無料メルマガ、ご紹介してますんで、こちらクリックしてですね、無料メルマガで、どうやって、ね、Amazon 輸出稼ぐのか、チェックなさってはいかがでしょうか。ご登録お待ちしてます。以上、転売アカデミー、堀秀夫でした。